3、2、1、9。あれどうもー、あ、完全振ってみた。どうもだけか。なんか来るかと思ったんだけどな。はい、今日ね、あんま冴えてないね。あ、そう。なんかキレがないですね。しょうがないね。なんか今日はね、真面目にやんなきゃいけない時はやっぱダメだよ。なんか今日はダメでしたね。うん、自分的にね。でも、今日放送したトーク、まあ、はいはい、あれで、YouTube で全編上がってるんですよね。確かね。だからそれ見れば、あの、わかるけど、うんうんうん、そうそういないよ、全編見る人。いないよね。うん、だからね、もういい。もうね。うん、もう、そうです。もう、うん、前を見て行くしかないと。そういうことですね。なんだかよくわかりませんけれども。そんな感じでね、また来週からも一つよろしくお願いしたいと思います。そんな感じですか。今日なんかあるっつって。なんすか、今妻と見せます。いや、とにかく喋ってくださいよ。ひたすら待とうかなと思って。困るじゃないですか。うん、そこが面白いかな。メインパーソナリティさんの。いや、僕ドラマですから。あ、そうっすか。うん、いやいや、ね、うん、もう本当にアクロスホーム株式会社の番組ですから、はいはい、本当ですよ ね、はい、どうぞ。もう本当にありがとうございます。はい、どうぞ。いや、今日本当にね、うん、もう満ないですね。ね。そう、反省会。反省会で、もうね、じっくり反省したいと思います。そう。反省会、魚がいい。さっきも言ったけど。ですね。うん、魚行きましょうよ。お魚系。ね、ぜひ、そう。なんか、近くのね。近くにね。お魚系ですね。そうですね。そういう、お年頃です。うんうん、二人とも、はい、そう。面白いな、深澤さん。いやいやいや、ちょっと困った感じがね、たまらなく面白いのでございます。すいませんね、もう。本当にね、もういつも思うんですけど。グレーモノで、本当に。いやいや、本当にね、これしてくればいいんだけど、うん、もう全部逃ったんだよね。あ、いった。まあね、もうこれもね、すべて多分ね、うん、ノーカットでいきますよ。いいんじゃないですか。じゃあここで、そんなところが好きですね。ここで一曲 FM 桜田さん、ありがとうございます。いや今日やめましょうよ。あの本当に、あの固くあのやめろって言われてるわけですか。歌っちゃいけないことになってる。まあそこはね、うん、あのルールは破るためにあるぜ。じゃあまあ今後に、そうですね。いいですね。徐々にと思う ね、うん、こう何ですか、あの被った猫をこう、いやいや、そう見つめるのやめてくださいよ。本当にこれしましょうよ、もう、ね、なおっさんのトークは ね、うん、こうね、しょうがないよね、うん、もう本当にね。何をおっしゃる。いやいや、本当に。だって告知のための番組じゃない。そうですよね。何、いや、もう今日はね、ダメよねとか言ってる場合じゃないでしょ。今日はね、言い切りました、本編で。本編でね。詳しくは本編を。話は変わりました。ああ、はいはい。あのね、ええ、あの昨日ね、あの本番終わった後、打ち上げに行ったですよ。おお。で、その時にね、あの深澤さんが大好きな渡辺学さんと一緒だったの。ま、ええ、で、渡辺学さんと一緒に空見てたの。歩きながら、そしたらね、あ、これ地震雲だねって話してて、うん、で、あの人カメラマンだから、あ、それで、はい、いろんなところ気がつくわけですよ、はいはいはい、空見たら、あ、本当だね、波状の雲が、あの、いっぱいわーって出てて、で、出てる方向がこうやってしましまになって、出てる方向が北だったんだよね、はい、うちの北東だったの、コンパスで、はい、で、これ近いうち来るねっつって、うんうん、来るよねっつって、うん、で、大潮、満月、はい、うん、だから、うん、だともう本当に大潮の時に来やすいって話で、うん、大潮満月重なってたから、うん、これ来るよって言ったら、うん、あの震度5があったでしょ、北海道ですね、そう北北東ですね、そういうことなんですよ、やっぱりみたいな。なんかこの辺がゾクゾクっとしましたね。以上、クンゴボンゴでした。また来週。さよなら。